江上選手登場でございます。どうぞお座りください。ちょっと採点時になってしまいまして、時間がねもうあまりないですから、始めさせていただきたいと思うんですけれども、では早速参りましょうか。最後にあのボール投げがありまして、最終日のプレゼントありますからね、ぜひご期待いただきたいと思います。改めまして第一レース開幕戦制しました江上浩一選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ありがたいですね、皆さん来ていただきました。まず今の率直な感想はどうですか。まあ一着取れると思ってなかったので嬉しいです。そうですか、はい。レースも早速振り返っていきましょう。VTR も出ると思います。3コースになりました。ヒットバナーで、はい、でも3コースも好きだ。逆に良かったです、うん、どうですか、スリートフィーの足と。関さんが、関君がいいんで、3番がいい、はい、この展開をちょっと期待してました。攻めてくれての差し、はい、まあ、想像通りの展開になったと、はいはい。まあ、スタートに関してはちょっと劣勢な、ね、感じもありましたけど、はい、どうぞ、いい部分はないですか。まあ、体感はあんまり良くないですけど、うん、まあ、4回使われて二輸出しているモーターなんですけどね。そんな感じはしないですけど、一着取れるからなんかいいんですよね、うん、ですよね。あ、金子選手とかなりずっと競ってました。まあ、スピードは金子君の方があるんで、まくられないように気をつけたんですけど、危なかったですね。結構これは痺れる展開ですね。気の抜けない、疲れました。これ直線はどうですかね。でも僕の方がちょっといいんですかね。ねえ、うん、後の方でじわっと出ている感じはね、はい、しますよね。ということは、まあ、勝ててるんですから悪くはない、はい、じゃあどの辺がいいのかというのをこれからちょっと探っていくというか、はい、そうですね、うん、今日は気温が低かったですからね。また、はい、昨日もの方がもっと感じ悪かったです。あ、そうなんですね、はい。ということは、まあ、これから気温の変化など節感通してあるとは思うんですけど、そのあたりにどう合わせるかというところですね、はい。あのピット離れに関しては悪いわけではない。ちょっと悪そうですね。そうですか。プロペラでよくしたいです、うん、じゃあこの後の調整、今日1回乗りですけどプロペラを想定している、はい、はい、分かりました。ではですね、明日に向けて最後に一言お願いします。船券に絡めるように頑張ります。第1レースを制しました江上浩一選手でした。ありがとうございました。